はい、皆さんこんにちは。ホロホロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は手芸屋さんで、こちらの、接着芯を買ってきました。洗濯、ドライクリーニング、OK となってます。で、アイロンの当て方なんかも説明が書かれてます。で、こんな可愛い布地を見つけました。こちらを使って、この、スクエアポーチの作り方で、ショルダーバッグを作っていきたいと思います。はい、布の方ですけど、接着芯こちらが40cm かける53cm で、布生地の方がそれぞれ 2.5cm ずつ縫い代分を取って45cm かける58cm で、ファスナーの端につけるタブ用の布が5cm かける8cm を2枚用意してます。はい、ではアイロンで接着芯をくっつけていきます。接着芯はザラザラしてる方、こちらがのりがついてますので、こちらが布に当たる方に向けてください。で、布地は裏側に接着芯を貼り付けます。で、こちらは 2.5cm、2.5cm の印をしてます。こちらの角も 2.5cm、2.5cm の印をして、で、そこに接着芯の角を合わせます。するとずれにくいです。10秒ほど押さえます。で、少しずらしてまた10秒、で、またずらして10秒、これを全体に繰り返していきます。はい、これで接着芯の方が貼り付きました。で、次にファスナーをつける、この端を1回2回折りでアイロンを当てます。3つ折りでアイロンを当てます。反対側も同じように1回2回折りでアイロンを当てます。はい、これで布の準備ができました。こちらタブを、アイロンで処理しておきます。1cm 幅、1cm 幅で折ってアイロンを当てます。で、半分に折ります。で、アイロンを当てておきます。アイロンしておいたタブの部分をこちらのキワでミシンがけしておきます。で、そして D 管を通してこちらで縫っておきます。こんな感じです。はい、これで D 管の準備ができました。はい、
ファスナーの準備をします。ファスナーはこちらの100均さんのロングファスナーを使います。45センチでカットして使います。でそしてすべてスライダーを外します。で左右バラバラにします。このようにバラします。そしてこの端に待ち針で留めていきます。待ち針ですけど表側の方から留めてください。後で表側からミシンで縫いますので待ち針は表側の方に留めてください。はい、このように待ち針でファスナーを留めました。でこの時にここのファスナーの右と左が左右合ってるかどうかこのように折って確かめてください。はい、ではファスナーを縫い付けていきます。このように片側のファスナーが縫い付きました。もう片方も縫っていきます。はい、これで両方のファスナーが縫い付きました。はい、そして次にスライダーを通しておきます。スライダーはとんがりの方が先になります。生地をこのように裏側の方を向けて、でスライダーのとんがりからこの布地の部分、ファスナーのギザギザがついていないこの上部分、こちらは簡単にファスナーの先が通ります。でギザギザの始まるところ、ここでファスナーを置いておきます。でもう片方もこのように通します。で上を片手で押さえて、で中からスライダーを引きます。このように簡単にファスナーは通ります。ファスナーのここからきっちり半分に折って、でこの半分の位置を印します。ハサミでカットして印をしてもいいですし、ペンで印をしてもらっても結構です。で、ファスナーの真ん中と今印をつけたところを合わせてこのように折って、で待ち針で留めてここを縫います。まず待ち針で留めます。反対側も同じように半分の位置を印して、でこのように合わせて待ち針で留めます。はい、では今からここをずっと縫っていくんですけど、この時に先ほど作った、
タブ、D カンのタブのこちらを挟み込みます。でファスナーの下にこのように挟み込みます。待ち針で留めておきます。でここをずっと縫っていきます。こちらファスナーのところは返し縫いで強化しておきます。片側が縫えました。ここにタブ、Dカンが通ったタブを挟んでます。反対側も同じようにこちらのDカンのついたタブを ファスナーの下にこのように挟んでおきます。では縫っていきます。こちらファスナーのところは返し縫いをしておきます。はい、これで両端が縫えました。次にこの端の処理をします。こちらの向こう側の生地を残して、で手前の生地をカットしていきます。ではこちらの手前の布をこちらの端は1センチでこのようにカットします。こちらも1センチこのようにカットします。で手前の布をこのようにカットします。こちらの1枚でこの端を1回2回折ってくるんで折り伏せ縫いをします。はい、では縫っていきます。こんな感じで縫えました。反対側も同じようにカットして、でくるみ縫いをしていきます。1センチ幅でカットします。で余分な布をカットしていきます。向こう側の布で1回2回折ってこのようにくるんで折り伏せ縫いをします。両方の端が縫えました。はい、ではまちを作っていきます。こちらの角をこのように三角に折るんですけど、でその時にずれないようにこちらの折り目を印をつけておきます。そしてここをこのように三角に折ります。で先ほど縫ったこちらの部分はファスナーより下に倒しておいてください。上ではなくって下に倒してください。
で、こちらの縫い目と今印をしたこのラインをきっちり合わせてください。難しい時は待ち針を使ってこんな感じでラインを合わせてください。そして13センチ待ちで取りたいと思います。このラインで縫っていきます。4箇所ともします。はい、では今印をした13センチのラインで縫っていきます。4箇所とも縫います。はい、これで4箇所とも縫えました。で、次にここの端の処理をします。先の三角を2センチ幅ぐらい残してカットします。このようにカットします。で、あと手前の余分な布を。このようにカットします。で、また同じように1回2回でこのようにくるんで折り伏せ縫いします。4箇所とも同じようにします。まず三角部分を2センチ幅ぐらい残してカットします。で、手前の布も端を1センチ幅ぐらい残して、で、手前の布をよいしょこんな感じでカットします。で、こちらを1回2回このようにくるんで、で、ミシンで縫っていきます。こんな感じです。はい、これで4箇所とも縫えて、これでバッグができてるはずです。では裏返してみます。こちらタブ、Dカン付きのタブが挟まって縫えてます。こちらも Dカン付きのタブが縫い付いてます。はい、こんな感じで大きめのスクエアポーチが出来上がって、ショルダー紐をつけるとショルダーバッグとして使えます。中がこんな感じです。ショルダー紐をつけてみたいと思います。で、タブのところにつけておいた D カンに通します。こんな感じでショルダーバッグとして使えます。結構財布、スマホ余裕で入りそうな感じです。はい、こんな感じで出来上がりです。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございます。こんな感じで簡単に手抜き技で仕上げる作品ばかりを載せてます。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンの方
よろしくお願いします。ではまた。